やあ、推理担当のレムだよ。捜査担当のリメだ。前回の捜査中にレオンのクローンを見つけてしまった。しかも、レオンたちを追いかけていたのはラッスジェット作戦で失踪したベラだったんだ。ベラが謎の発作を起こしたことでその場は事なきを得たが、さらに謎が深まる結果となった。なぜ主人公のクローンがあるのか？ベラの身に何が起きたのか？いよいよ事件の真相に近づいてきたな。あの後、ベラのいたところに戻ろうとしたらガイガーカウンターが反応したんだ。壁を壊してみると部屋があってね、部屋の中に計画書があったんだ。計画の名はベルゼブブ計画、目的は洗脳だ。メンタルに負荷を与える洗脳は手間がかかりすぎる。なので蜂の生態と同様のプロセスを兵士に実行させた。そして情を添えて兵士を従わせる洗脳も3回目を迎えたある時に、計画は新しい段階に移行した。宿主を操作できる寄生虫が開発された。何がヤバいかって、この寄生虫は思考の条件付けが可能みたいなんだ。言葉として表現するのなら、命令を聞くゾンビが出来上がる。そしてこの計画の被験者は捕虜となったベラだったんだ。この部屋にはそれだけではなく、レオンに関するレポートもあった。クローンを作るために、その時の女王であったエレナは使われていたんだ。クローンの中の一体を後継者にするまでね。しかし計画の中で事件が起こった。バンカーが水没してエレナが亡くなった。しかも、後継者たちはどこにも見つからなかったんだ。この事件の犯人はエレナの近くにいたベラだということになったみたいだよ。女王が死んで余裕がなくなったからベルゼブブ計画の被験者にしたってところもあったみたいだな。しかし、ここで予想外の事態が起こった。ベラが皆殺しを始めたんだ。このレポートを書いていたカスティオグオリ博士は上官にシグナルを送ったがベルゼブブに傍受されてそのまま殺されたようだ。状況からしてこの上官がマーティーのボスだね。左に隠し部屋があるのだからと右も調べてみたんだがこっちにもやっぱりあった。あの紋章と同じように像を並べる仕掛けだね。これにより隠し通路が出現したけど、同時に穴が空いてしまった。バンカーの水が流れ込む前に脱出しないといけなくなったってわけだ。まさかこんな通路があるとはな。この先はベラが使っていたトンネルに通じているはずだ。つまり、彼と相対する可能性が高い。でも、ゾンビみたいな奴をどうやって倒すんだ？寄生虫のいる頭を狙うとか？いや、もっとピンポイントに狙うべきところがある。説明の前に、まずはトンネルを探索しよう。これがトンネルか。まだ水は入り込んでいないみたいだね。あれ？レム、ガイガーカウンターが反応してるぞ。まずい、ベラだ。え、なんであいつから放射能が出てるんだよ。ベラ本人というより寄生虫から出てるんだ。思い出してくれ、ガイガーカウンターの反応があった場所に寝床があった部屋があっただろう。そして、計画書があった部屋にも反応があった。この二つを結びつけるのなら、寄生された人間があの部屋にいた可能性が高い。だからベッドから放射線が検出されたのか。反応が強くなってきた、かなり近い。お、隠れられそうなところがあったぞ。32.1、33.4、34.2。早すぎる。放射線がどんどん上昇していく。まるで、放射能が迫ってくるような。あれだ。ガイガーカウンターのスイッチを消せ。待って、彼は言ったの？多分、彼は僕らが見えていない。ライターをつけてもいいと思う。なぜ？もう目と鼻の先だったのに。赤。赤色だったからだよ。図書室で見た時点によれば、蜂は赤色が見えないらしい。赤は盲目。この穴は、赤サギで覆われている。なんとかセーフか。彼の弱点について説明するよ。寄生虫は脳を侵食するのだから、ベラに寄生させるときは頭の付近から入れたはずだ。そして、ベラはロボトミー手術をされている。あの複眼がベルゼブブか。む、どうやらトンネルの奥にたどり着いたらしい。この変な BGM はなんだ？それに目の前の人間は一体。
お, お彼はこれを守っていたのか。ゾウ、これが何かはわからないけど、まるで生きているみたいだ。目を開けて動き出すかな。はは、怖がらせないでよ。バカなことはよして、重要なのは触らないことさ。それに、なんで枯葉と花びらのベッドに横たわっているんだろう。あのクソ野郎が象に敬意を表すためにやったのか。彼がここに来て、定期的に綺麗にしていても不思議じゃない。掃除したり、王冠の埃を払ったり。それか、これはエレナか。どうしてこんなところに。なんでベラが暴走したのかわかったよ。どういうことだ。ベラの最優先が彼女だったんだ。だから、彼女をひどい目に遭わせた人間を殺害したんだ。思考の条件付けに勝ったってことか。ベルゼブブの効果が弱かったのか。おそらく、そうじゃない。え？アーチー。うん？なに？彼が誰かはわからないけど、今すぐベラを見つけよう。なんで？頭でも撃った？君は今、僕にあの数軸の狂った兵士を探せと？うん？僕を信じてくれ、アーチー。彼を見つけるのに、君の助けが必要なんだ。君はクレイジーだな。断りたくはないけど、怖いな。君を一人では行かせないよ。で、計画とは？罠を仕掛けよう。すでに、準備は十分だ。まずは、黄色いペンキを広げよう。そして、本当にいけるかな？たった一発しかない。心配しないで、やるべきことはわかっている。それに、彼もそろそろ気づくさ。そうだね。僕らがすることは覚えてる？それが、寄生虫を殺す唯一の方法さ。もし死ななければ、新たな宿主を見つけるだろう。そして、全部やり直しだ。それに、もしかしたら彼を助ける方法があるかもしれない。ライターを持って、鏡に彼が映るようにして。銃弾を使う時が来た。たった一発だけど。もう動かないでくれよ。今だ。彼は何も見えない。ベラ、これが最後の頼みよ。信じられるのはあなただけ。頼むわ、お願い。私の願いは私への命令。子供を解放してほしいの。私ができなかったことをやってほしい。子供？でも、失敗したら、その場で全員がクビになってしまいます。知っているわ、それでも頼んでいるの。女王様のご希望に添えないことはございません。しかし、僕はあなたのために戻ることができないし、可能とは思えません。え？あなたが去ったら、このバンカーを水没させる。すべては私と共に沈む。それがあなたにできる最低限のことなの。え？いや、それは受け入れられません。ここで見殺しにするなんて。お願い、聞いて。私はただ、感じることしかできなかった。苦しみを。誕生と同時に盲目にされて、足を動けなくされた。簡単に逃げられないようにされ、一人では生きていけないようにされてしまった。でも、私には作戦を練る時間も、タイミングを測る時間もたくさんあった。私は私の仕事をするだけ、それを手伝ってほしい。働き蜂に命令に逆らって攻撃しろと命じても、彼らは聞く耳を持たないでしょう。でも、あなたは違う、あなたはエメラルドなの。行きたいのは山々だけど、もう私の名のもとで繰り返される罪には耐えられない。
せめて、一つでもいいことがしたい。この手で救えるのはあなただけ。それに、あなたを救いたい。お願いです、ご再考を。どうか私と一緒に。時間がない。今すぐ行きなさい。何をすべきか。何をすべきなんだ？細胞は凍結した、肺は生き延びられるだろう。でもこの子は置いていけないな。泣かないでよ。メスバチは簡単に倒せない、それに働きバチに気づかれる。一緒に来るんだ。これは多分効くはず。よし。君は本当にママによく似ている。彼女はこの曲を部屋でよく演奏していた。おお、君を運ぶときに、本当の空が見れる。気に入ると思うよ、レオニード。私の言葉を止めておこう。水が下の階を満たし始め、僕は外の、夜空の空気が吸えるまでトンネルを駆け抜けた。地上なんて何年も見てない、まして眩しい薄明かりなんて。それと、バンカーの近くに、綺麗な家を見つけた。そこには、親切な女性が住んでいた。やらなきゃ。ごめんよちびっこ、ここでお別れだ。手紙とドッグタグの半分を残しておく、女の人が、君の世話をしてくれるはずだよ。まだやらなきゃいけないことがある。もし戻れなくて、君が大きくなった時のためにドッグタグに刻んでおこう。彼女は君の名を、君の上の夜空に広がる最も輝く流星群から祝福したんだ。あとは、君次第だよ。幸運を、レオニード。でも、最後には約束を破ってしまった。一人で逃げられた。でも、彼女を置いていくわけにはいかなかった。到着した時には、遅すぎた。計画は失敗に終わり、彼女はフロアに横たわっていた。彼女に駆け寄って、揺らして起こそうとしたが、彼らは僕を見つけた。とんでもない失敗をしてしまったが、まだ希望はあった。クソったれな日々を送った。そのうち、寄生虫が僕の体を乗っ取った。ベルゼブブが目覚めたけど、一つの希望はまだあった。ごめん、他に方法はなかった。彼は死んだの？すでに、ね。彼は生と死の間で生きていた。あの部屋で、あの女性の死体と共に。彼はそれを望んでいたんだろう、同情するよ。家に帰ろう、レオン。君は確かに寄生虫を脳から取り除いたが、兵士はまだ動いている。彼は手を伸ばし、彼の名誉負傷勲章を見せてきた。それにドッグタグも、半分のドッグタグも見せた。正確には、僕の幸運のお守りの片割れを。君は名誉負傷勲章を手に入れた。これは、僕のみたいだ。いや、これは半分の部分だ。本当は、彼は誰と話していたのだろうか？寄生虫は死んだ、そして多分男も。でも、君は図書館で読んだ研究のことを思い出した。頭蓋骨を貫通して生き延びた男、脳を半分取り除いても生き延びられる可能性、まるで奇跡的な、でも。レオン、大丈夫？今何をしていたの？ここから出なきゃ。僕と、君とベラで助けを求めよう、そしてここを破壊するように頼もう。
それに、友達に名誉負傷勲章を持っていかなきゃ。兵士と全てを。そして彼らは恐れ出した。それは奇妙な光景だった。彼らが逃げる前に、アーチーは彼らを掴み、無理やり救援を呼ばせた。彼らは叫んでいた。アーチーは彼らを怖がらせた。誰がボスか分からせるように、彼らに振る舞った。彼らは来なかったね。負け犬さ。でも、暴力はいらなかったんじゃないかな。何も刑務所に入る必要はないよ。それは必要ないね。でも、これで彼らはもう君を困らせないよ。結局、二度も三度も命の危機から生き延びたんだ。いじめに立ち向かうなんて簡単なことだろう？僕は彼を助けることにした。バンカーで見つけた証拠を提出した。彼のボスはすぐに逮捕された。彼はミツバチの巣計画の責任者の一人であるエンリコ・キャステイギオーニだった。その後、アーチーと僕は手話を学んだ。ベラと交流するために、彼は、モールスコードで表現する必要がなくなった。たまに、何が僕たちを結びつけるのか疑問に思う。でも、彼にドッグタグについて聞くことはなかった。彼に片割れを見せたけど、うなずいただけだった。今夜は流星群があるみたいだ。望遠鏡を持って、仲間と一緒に見に行く。一人はおしゃべりで、もう一人はすごく静かだけど。流星群を見逃したくはないね。ここは歌が流れるから BGM を差し替えるぞ。ベラの最後の希望はレオンだったんだ。ベラは捕虜として途中で働き出したから、洗脳が完全じゃなかった。だからこそ、戻ってしまったとも言えるけどね。レオンは後継者だったんだな。よく考えてみれば女王様役が必ずしも女性である必要はないからね。それ以外は普通の人間と同じだろうし、よく蜂に耐えられたな。一番の危機だったかもね。今回でエメラルドワスプは最終回だ。次回はユリ殺人事件を捜査していくよ。次回も楽しみな人は高評価とチャンネル登録をよろしくな。それでは、また会おう。